Every time that my mind slip, I just see my past life. はい、おはようございます、本日はですね、東京2泊3日旅をね、見ていただこうと思います。で、サムネイルもあった通り、嫁とはちょっと後で合流するんですけども、先に僕やらなあかんこといろいろ進ませていきます。まずはですね、こちらで、カメラマンさんにちょっと商品の物撮り、今度ブレスレットとか出るんですけど、おそらく出てると思いますけど、それの物撮りしてもらったりとかしてますので、まず行きます。一応ね、まあ、次のネタでもしかしたら出てくるかもしれんねんけども、でこっちに変えたんですけど、そうですそうです。だいぶ広いですよね、見ると。まあ、こんなもんですね。ああ、はい。だったら、はい、前は24やったらこれぐらいやったんですよ、うん。ちょっと近いなって感じだったんで、これやったら、まあ普通に許容範囲かなみたいな。はい、それだね、針治療して顔バッチリになったんで、今から嫁蔵と合流したいなと思います。新大阪でね、合流するんで、こんな格好でええんかわからんねんけども、ちょっとこんな格好でね、合流したいなと思います。嫁蔵にどんな格好してんねんって言われると思いますが、どうぞ。何がお前の格好。久しぶり。久しぶり。 なんでさ、ところで今日の東京来たん。別にいいよ、ちょっと恥ずかしいからもうやめて。何やめて、ちょっとカメラ恥ずかしいからやめて。ああ、新大阪でカメラ回すのが恥ずかしいってこと。恥ずかしいから。ちょっとまた後で教えてくれる。分かった。お待たせいたしました。17時39分です。のぞみ426号東京行き、青坂から着陸いたします。これも買ったんですよね。新大阪出ますと次の停車駅は京都です。よかった、途中で時間間に合わせそうでブチ切れ取ったから。機嫌になった。あの緑のデイズのおばさん、本当に嘘ついたから嫌い。ああ、東京へ向かうのですか。ホテル到着したけどさ、嫁蔵さん、うん、なんで今回ついてきたんですか、東京に。たくんもいいよ、おいでって言ったから。違うね、楽しそうだったからでしょ。なんか楽しそうな感じがしたからって言ってたやん。あれ、なちょっとね、近くの焼き鳥屋さん行きましょう。私もよっ、あんな、あ、今日さ、あれ持ってないから一緒に貸した。ごめんなさい、お待たせしました。あ、すごい、これさ、やっぱりすぐ出せば相談を放置する。はい、おはようございます。2日目ということで、今から Google 本社、YouTube Japan の方にね、行きたいなと思います。そうですね、本日お嫁さんついてくるんですね。あ、はい。ようやくの Google じゃないですか。前行きたかったけど行かれへんって言ってたから。 Google の本社やね。だから卓球とかもできないけど、うん、外ガラス張りやから、30階建ての。私一生縁がないところで行ってきます。温まりやすいので。はい、それではね、渋谷の、Google 本社に来ました。なんで本社に来たかというとですね、マネージャーさんがいてるから来れるんですけども、僕らみたいなね、普通の一般ピーポーはなかなか来れないんですが、来ましたよ。はい、それでは行ってきました。どうでしたか。お昼ご飯も食べたし、お土産もいただきましたけどもね。こちらまずお土産がですね、ノートいただいて、以前タオルいただいたんですけど、タオルはセカンドのメンバーシップの人に一人渡して、1個は俺持ってくる。で、もう1個は喜んでた YouTube のね、ありがとうございます。また大事に使わせてもらいたいなと思います。あ、さっきトイレすれ違った時、子供がこの袋ずっと見てたね。へーどうでしたか。めっちゃ楽しかった。よかったね、すごいクリエイティブな場所やったやろ。うん、だったら一生縁がない場所だ。俺ら2人ともな、うん、この低学歴2人では入れないから、あそこには英語喋らなあかんから。英語だって全部さ、英語で書いてあったじゃん。分からないよ。分かんないな。じゃあ俺今からパーソナルの診断行ってくるわ。自分の髪の毛とか自分の服何が似合うかって、うん、どうする、なんか買い物でもするこの辺で。それでもいいし、うん、ついてってもいいし。まあついてくるんですよね。う
あ、そうか、連れてくる。そうだよ、たくん言ってたか、そうじゃん。ついてこんな、なんかこれ、インキリですけどとか言ってさ、言ってきてみさ、後ろついてくるでしょとか言ってさ、この前のさ、お寿司だってそうじゃん、今回とかってさ、聞いてる？私に来なくていいよって言ってさ、今の歌声できるとか、インキリってこと行かないよとかさ、今日の夜な、うん、今日の夜はな、視聴者さんが結婚するからそれのお祝いできたからね、ほんまは嫁さんも来るんかなと思ったけど、まあまあでも来たらカウンターで喋られへんしな。ずっと言ってたじゃん、さっきから。うん、じゃあ今日は今から買い物行くのと俺のパーソナルについていくのどっちかあるけど、どっちする？そっちにあの、さっきのクレジットカードがついてるならずっとそっちいるけど、クレジットカードがないならこっちに行くかな。うん、一応は知ってるんですけど、受けたことはないです。あ、大丈夫です。なかなかね、この友達ってどんな服が似合うんやろう。おお、うん、仕事っぽいや、うん、でもこっちやったらもうちょっと柔らかい感じだ。あ、それいいじゃん。え、うん、手首とかね、見てもね。そうそうそう、普通はやっぱりもうちょっとあるんですね、手首で。ベースの方はここがもうちょっとウエストシェイプがかかって、肩のラインをもうちょっとね、また2周目で、あ、ですか、2色ずつ比較して、こっちが似合いますね、こっちがあの顔色悪く見えますねっていう結構説明して、ダンスですね。ありがとうございます。よくあるやつですね。まずこれ、イエローベースとブルーベースが交互に出てくるので、ね、あと違いを早めに見てほしいです。イエローと、うーん、明るい色と暗い色、どっちが得意かっていうことですね。ベースは、イエローですよね。それでは、死んだもらったんですが、嫁がずっと大阪桐蔭を見てます。めっちゃ衣装してるからな。応援してないな、桐蔭、毎年桐蔭、これベスト4かけてるんじゃないの。ベスト4ですな。準々決勝です。さあ、どうなるんですか、大阪桐蔭。そんなあなたと長いお付き合い、京都銀行。はい、それでは次はね、視聴者さんと会いたいなと思います。でも視聴者さんって言っても実は僕が初期の頃からあの見ていただいてる方なんで、あ、逆や、失礼だ、まあ、視聴者さんなんですけど、もうオンラインサロンとかも入ってくれてるし、なんやったら飲み会全部コンプリートしてくれてるから、名前も知ってるし顔も知ってるし、どんなことしてるか知ってる人なんですかね。嫁は嫁でなんか友達と会うって言ってて、今からね串カツ食べに新宿行くって言ってたんですけど、僕は恵比寿であのお寿司なんですけどね、お寿司食べたいって言ってはったんで、 お寿司行きたいなと思います。はい、それではね、嫁とさよならして恵比寿に到着しました。で、恵比寿でねお寿司屋さん予約してるんですけども、僕の格好見てください。上 T シャツでしょ、下ズボンでサンダル履いてるんですよ。ほな嫁にね、なんちゅう格好してんのって言われながらね、今向かってるわけなんですけども、ちょっと顔出しとかはできないと思うんで、まあ、普通になんか合流したとこぐらいで、一旦切ってお寿司食べて、でまた夜嫁と合流して、で明日帰るって感じでね行きたいなと思います。すいません、ごめんなさい、すいません、はじめまして。はじめまして、そうです、皆さんは聞いてます。言いづらいですよね、ね、祝ってください。はい、ということでね、視聴者さんと会ってきました。で、無事嫁ともね合流して一回ホテル帰ったんですけど、ちょっと夜の散歩行きたいなと思って、こっそり一人で行こうと思ったら、さっきぶち切れました。あ、なんで一人で行くのって、なんでほったらかして行くのって言われたんですけど、サクッとちょっとラーメン屋とか見たいんでね、今減量中なんですけど、ラーメン食ってる場合じゃないけど、ちょっとラーメン行きたいなと思うんで、男一人旅ということでね、一人で散歩していきたいなと思います。夜散歩レッツゴー。まもなく終点の新大阪です。12番線に到着。サッカーが踏んだ。ということでね、無事大阪帰ってきました。どうでしたか。すぐ終わっちゃうね。すぐ終わったね。グーグルどうやった。すごい、そうだった。じゃあ、電車でね、皆さん行ったのにここで終わりたいなと思います。では、2003日夫婦旅行でした。また別のところでお会いしましょう。ありがとうございました。ペコリ。